い、というわけで今日も元気よく社会の勉強やっていきましょう。今日は上級のなんて何っていうことについてやっていきたいと思います。それでは結論から見ていきたいと思います。上級の乱とは、武士の政権である鎌倉幕府に対して上皇が兵を挙げた戦いになっていきます。北条政子の演説で御家人が団結し上皇の軍を倒したということになっていきます。それでは具体的に見ていきたいと思います。この上級の乱ですね、これは鎌倉時代に起きた幕府と上皇との戦争になっていきます。じゃあなんで幕府と 上皇が戦争したのっていう流れから見ていきたいと思います。今までの日本、鎌倉時代の以前の日本っていうのは長年天皇が政治を行っていきました。弥生時代、弥生時代じゃないや、飛鳥時代、奈良時代、平安時代っていうふうに何百年も政治を行っていったんですけど、その中で平安時代後半から新たな勢力である武士っていうのが力をつけていくんですね。もともとは天皇のボディーガードぐらいだったんですよ。そういった、貴族とか天皇のボディーガードだった野蛮な奴らがどん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 力をつけていって、戦争を武士がいなければ成り立たないっていうふうになっていったんですね。そんな中で力をつけたのが源氏と平氏です。その二大勢力が力を持っていったんですけど、その二つの勢力も戦争によって源氏が勝利し、源頼朝が鎌倉ですね、神奈川県の鎌倉に、鎌倉幕府っていうのを誕生させるわけですね。ただ鎌倉幕府っていうのを作りましたってなったんですけど、どっちかというと幕府っていうのは東日本に勢力を持っていた。鎌倉っていうのは京都からだいぶ東の方向なので、どっちかというと東を支配していて、西まではそんなに、勢力ははっきりと持てていなかったんですね。で、そんな中、天皇、というか当時は上皇ですね、後鳥羽上皇は気に入らないわけですね。なんか武士が調子に乗って東の方に幕府を作っているけど気に入らないな、俺たち天皇がずっと今まで日本っていうのは成長してきたのに、なんか調子に乗ってなんとかならねえかなっていうふうに、後鳥羽上皇は思っていたわけですよね。そんな中、ちょうどたまたま源氏の将軍が次々と暗殺される、2代将軍、3代将軍が暗殺されて混乱している状況になったわけですよね。幕府が不安定になっているってところで、上皇はこれチャンスじゃねと、幕府がなんかゴタゴタしてんな、ここを一気に潰してやろうって言って、兵を挙げたのが後鳥羽上皇になっていきます。それが上級の乱になっていきます。はい、この上級の乱ですね、上皇が兵を挙げる、これは当時からするとめちゃくちゃすごいことなんですね。天皇がある勢力を滅ぼしに行くっていうことは、みんなその味方をしていく、天皇に逆らってはいけないっていう何百年ものルールがあったので、この後鳥羽上皇が兵を挙げたことに対して、周りのみんなも味方するわけですね。上皇が幕府を攻め滅ぼすの、だったら俺たちも行かなきゃって言って、その勢力は膨れていくわけです。逆に鎌倉幕府としてはめちゃくちゃ恐れるわけですね。やっばみたいな、上皇攻めてきたんですけど、上皇、俺たちいいの、上皇と戦って天皇と戦っていいの、だったら俺たち天皇の上皇の味方しなくちゃいけないのとかって言って、幕府は大混乱を迎えるわけですね。どうしよう、これこのままもう戦わずに負け認めた方がいいんじゃないの、いやいや上皇の味方した方がいいんじゃないの、いやいや幕府の味方した方がいいんじゃないのっていうふうに混乱している中で、ある人物が立ち上がります。それが北条政子です。北条政子はみんな御家人を集めて、演説をするわけですね。あんたたち、頼朝様が幕府を開いていこう、役職とか給料とかその恩は山より高く海より深い、その恩に報いるために団結して上皇を倒そうっていうふうに言うわけですね。今までの恩を忘れるなよと、お前ら頼朝様に何とかしてくれ もらったじゃないの、今まではボディーガードってバカにされていた人たちが今ではこんなにいい権力を持って、当たり前のように成長しているのは頼朝様のおかげじゃないかっていうことをみんなに演説するわけですね。そこでみんなはざわざわしていた、みんなははってなるわけです。確かに北条政子さんの言う通りやないかと、俺たちが頼朝様に受けた恩はめちゃくちゃ熱い、山より高く海より深いじゃないか、よし幕府の味方をしようって言って、その鎌倉にいた御家人たちは戦おうって団結していくわけですね。その結果もう東日本からどん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 軍が集まっていって19万人にも膨れ上がるわけですよね。そこでその士気の高い、御家人たちが、上皇の軍をぶっ倒すっていうことになるんですね。これっていうのは考えられないわけですよ。上皇を倒す、
それぐらいその幕府の勢いが強かった。まあ北条政子の演説ですよね。バーンっていう風に頼朝様のオンって言ったおかげで、確かにって団結して戦うことができた。まあこの後、幕府側が勝利して今まで西日本にはあんまりその勢力を持っていなかったんですけど、その後西日本にも幕府が影響力を及ぼすようになって、幕府の世の中、鎌倉幕府の世の中になっていくことになります。はい、というわけで今日は承久の乱って何ってことについてやっていきました。まあ承久の乱は、後鳥羽上皇と幕府の戦いになります。そもそももともと日本というのは天皇中心の政治をしていたんですけど、ポットで出てきた、武士っていうのが幕府を作った。それに対して上皇はそのまあよくは思わなかったので、まあその鎌倉幕府を攻めよう、まあごたごたしているその暗殺でごたごたしている幕府に対してバーンと攻めていったわけですね。まあ初めはそんな誰も天皇が勝つっていうふうに疑っていなかったんですけど、北条政子が頼朝様の恩を忘れるなっていうふうにバシッと演説したおかげで、まあその御家人たちが団結してその上皇の軍を倒した。そしてこの承久の乱の後、今までは東日本しかあまり勢力を持っていなかった幕府が西日本、つまり全国に支配を広げていくことになっています。